はい、皆さんこんにちは、 X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。はい、今回はですね、また久々栽培図鑑の方を、時計草のシリーズね、3発ぐらいかな、3段ぐらいね、いきたいと思います。まず1回目はね、プラビタレッド、パッションフラワープラビタレッドをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、プラビタレッドなんですけども、これかなり丈夫で、またかつ栽培がしやすいです。で、花付きが非常に良くて、つぼみがね、次々ね、条件よくなればですね、ついてくるんです。で、毎日花が咲いてしぼんでは、次のつぼみがまた開花するというね、かなりなってますが、元気で、なおかつですね、結構綺麗で、その茎がたくさんあればあるほど花水もついてきますんで、なかなかね、ゴージャスなね、派手な時計草です。ですけど、こうパッと見た時にかなり目を引きまして、見栄えのする時計草ですんでね、このプラビタレッドと他の時計草、ちょっと色がおとなしいようなものを対比ねさせますと、例えば白花とね、を横に置いてみるとか、少し薄いピンクのやつを置くとかすると、かなり花の対比が良くて、良いねアレンジメントになると思います。そういった意味でもね、このプラビタレッドよく出てますので、ネットでもおすすめかと思いますので、ぜひ育ててください。ではまず、特徴から参りましょう。まず特徴からいきます。プラビタレッドは真っ赤な花が咲きます。で、栽培しやすい、これはね結構間違いないと思います。で、2番目に耐寒性は強いんですね、結構。それで5度ぐらいまでならね、大丈夫と思います、屋外は。ただし冬は室内に入れる必要があります。ですけど、耐寒性はやはりね、強い方だというふうに思います。で、3つ目、花付きはよく咲き出したら連続、これはね、なかなかね見事なところで、つぼみがね、連続してこうつくのが分かるんですよ。で、それが咲き出したら、一つ咲いて1日でしぼんだら、また次のものが咲くという、連続でこう咲く。それが茎がたくさんあって、その花水がですね、たくさんつけばね、見事にね、花園がね、真っ赤な花園ができるという、ね、そういう特徴のある時計草だと思います。4番目には、比較的病気には強い。時計草の仲間はですね、ウイルス病なんかにかかりやすいやつがあるんですね。例えばレシキフローラとか、その辺はそうなんですけども、これはね、病気にかからなかったですね。なんかこうモザイクになってこう枯れちゃうとか、そういうあれじゃなかったですね。はい、5つ目には、これカエルレアの時計草、一般の時計草ですね、の花粉で実がなるんですよ。この実がなかなかね、こう、そうですね、こう眺めるオーナメントに、こう眺める分にはちょっと可愛く、細長くて可愛くて、なかなかね、面白い形でいいと思います。で、中身の、実の中身は食べられるかいうことで、いっぺん食べてみたんですけどね、こればかりはね、ちょっと薬味っぽい味がしまして、あんまり美味しくないから、ちょっとおすすめできないかな、というふうに思います。以上ね、5つぐらいのこの特徴があります。注意点いきます。まず1つ目は、耐寒性があるといっても、やはり冬は部屋の中に入れて、できるだけ日当たりのいいところに、ね、置いてあってください。そうしますと、部屋の中、おそらく皆さんね、10度とかからストーブつけて15度もしくは20度ぐらいになると思います。そうしますとね、かなり、この時計草も楽で、15度以上になってくると少し花がね、咲きかけるというようなね、そういう活力もあります。で、2番目に、日当たりのないと良いところを要求する。これはもう時計草、一般的にですよ、一般的に日当たりのいいところは良くて、その日をよく当たることによって養分があって、つぼみがついて花が咲くということになります。で、3番目に、鉢植えをしますよね、大抵は。そうしますとね、コガネムシには注意してほしいんです。これね、コガネムシ、他のところで結構やられてるのがありまして、今までの経験では、パッションフラワーパンダ、それからパッションフラワーバイオレットクイーン、
これはコガネムシに入ってまして、それでやられましたね。すぐ枯れちゃいます。これはちょっと要注意してもらって、実を取らないんであれば、まあ味わわないんであればね、オルトラなんかをねやっぱ入れといていただいた方がいいと思います。はい、4番目、これは樹勢が割と強い方なんですね。結構どんどん花が咲いて、どんどん茎も伸びます。ですから時折剪定しなかったらちょっと苦しいんで、よくその時には花芽がついてるかどうかよく確認してくださいね。で、花芽がついてないやつで邪魔でいらないところを全部切ると、そういうプロセスが必要と思います。で、まあ、時計草一般ですけども、つるが伸びますんで、支柱とかもしくはフェンスにうまく絡めて仕立てる必要があります。これがまあ注意点かなというふうに思います。はい、次に重要点いきます。まず日当たり優先、まあ、これは一般的に日当たり優先というのは時計草の大体の種類がねそうですけど、まあ中には酷暑に耐えられなくてガンガン日当たるのを嫌がるかすりの前みたいなものがありますけども、まあ、一般的にこのプラベタレットは日当たりが好きです。から2番目に段階的に鉢を大きくしてくださいと言いますのは、まあそうですね、7号鉢ぐらいに最初入れてもいいんですけども、もうそのシーズンになりましたらね、15鉢ぐらいにこう鉢植え替えをしなかったらダメということになりますので、その辺はちょっと頭に念頭に置けて栽培するといいと思います。から3番目、肥料なんですけども、液肥を与えるとかなり良好な結果を生むと思います。ですから、まあ商品名で言いました、例えばハイプネックスとか、その液肥の588とかね、なんかそういう風な液肥を与えて、いただいたら花がよくつきます。はい、4番目に水切りには注意。時計草一般的なんですけども、特に鉢植えをしますと結構樹勢が強くて伸びて、しけり出しましたらね、水をよく食います。その時に下に水がなかったら一気に枯れちゃうことありますんで、特に夏の暑い時、これはできたらもう朝夕2回程度与えた方がいいと思います。以上が重要点です。はい、いかがだったでしょうか。まあプラビタレッドはですね、それほど栽培難しくなくて、この環境条件ですね、うるさいような時計草でもありませんので、簡単にね栽培できて、なおかつ綺麗な情熱的なね赤い花が咲くということで、なかなかこれはね買いだと私はそれで思ってます。それとまあカエルレア、一般の時計草ですね、花粉があればご覧のように実がねこう出てきたりしまして、ちょっとこれは風情があって面白いんで、ぜひ皆さんも育ててみてください。時々ネットの販売で出てますので、そう思ったらね、いいなと思ったらね、まあコレクションに入れていただいたらいかがですか。はい、今日もありがとうございました。